皆さんこんにちは。群馬県伊勢崎市にある平田ドラム教室で講師をしています神保です。よろしくお願いします。はい、では今日も、フィルインをちょっとやっていこうと思います。で、今日はですね、32分音符と16分音符が織り交ざった、フィルインとなっております。で、こちらですね、こちらがとりあえず音で言ってみるとタカタカタッ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 タカタカタッ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 っていうフレーズになっております。タカタカタッ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 タカタカタッ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 タっていう感じですね。で、32分音符がこの線が多いところですね。こことここが32分音符でタッ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 、ここが16分音符になっております。でですね、1,2,3,4 ここ書いてあるんですけど、これは四分音符の位置になります。タカタカタッ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 タカタカタッ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 っていう感じですね。そういう風に進んでいきます。では、手順、今度は手順なんですけど、これですね、まず、はい、相変わらずのバスドラ2回が出てきます。バスドラを2回踏んでその後に右左ドコドダドドドダドドドダっていう感じか、ドドドダっていうフレーズになっていて、その後にスネアドラムを、16分音符でタッ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 って叩く感じですね。ドコドガタッタッタッタドコドガタッタッタッタドコドガタッタッタッタっていうフレーズです。で、それでここはそのちょっと位置は変なんですけど、これは繰り返しって感じです。ドコドガタッタッタッタドコドガタッタッタッタっていう感じでいきます。で、一番最後の16分音符がまたここ別なんですけど、タントントントンスネアハイタムフロアフロアっていう感じで進んでいきます。なんで、まあバスドラバスドラで、ここちょっと分かりづらいんですけど、ロータムハイタムでスネア、バスドラバスドラロータムハイタムスネアで最後スネアハイタムフロアタムフロアタムっていう感じのフレーズでなっております。では実際にドラムセットでちょっと、解説をしていきたいと思います。はい、じゃあ解説していきます。ではですね、まず、先ほどの譜面上の通りで、まずバスドラを2回踏みます。ドドンって感じで踏んでもらって、その後に、ロータムハイタムという32分になっております。これもなるべく、まあ、ちょっと早くできるまでは練習がいるんですけど、なるべく早く叩けるようにこうちょっとやってみますね。ドコドタンっていう感じで叩いてもらって、でその後すぐ16分音符のスネアが出てくるので、まずはそこまでの練習をするといいかもしれないですね。ここまでです。足右左右っていう感じで、スネアドラムまでのスネアドラムの1音までの練習をしてください。そうするとっていう感じになります。で、これにこの後これがうまくこう32分でつながってきたら、その後にこのスネアを4回つなげてあげる感じですね。なんで最初のさっきの含めて4回、最初のスネアを含めて4回です。で、これを、拍的にはちょっとずれてるんですけど、それを2回やる感じです。トコタカタッタッタッタトコトタタッタッタッタで、2回目の32分音符は2部の裏から始まる感じですね、そんな感じでやってもらって、こことりあえずここまでの、練習が主になると思います。はい、でもうここまでできちゃえば、あとは最後16分音符の、スネアハイタムロータムロフロアタムフロアタムを入れてあげればもう完成です。スネアハイタムフロアフロアで、3拍目からいくとというフレーズですね。
これをつなげて叩くと、という感じのフレーズです。早くすると結構かっこよくなりますね。はい、こんな感じで、まあ少しずつですね、まあ、半分からとか1、2までの長さとかでまず練習とかすると、まあ、いいのかなっていう感じですね。これが1、2までです。でここまでできちゃえばもう3、4って感じでタッ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 と16分音符だけで済んじゃうので、はい、なのでまあ1、2の2いっぱいいっぱいまでの長さを最初に練習してもらえればいいかと思います。ではじゃあ最後にじゃあリズムに乗せてこのフレーズをフィルインをちょっと叩いてみようと思います。どうぞ。いかがだったでしょうか。かなりスピード感のあるリズムでフィルインになっております。でね、まあ、元ネタ的なものもちょっとあって、僕大好きなトラビス・バーカーとか結構タムでドコドコだドコドコだっていうのを結構やるのが好きだったので、まあ、そういう感じで、まあ、ちょっとこんなんもやれたらいいなと思って撮ってみました。ぜひ参考にしてみてください。ご視聴ありがとうございました。